藤山天です。 Thank you.
して藤山店です。皆さんこんばんは。この、芸のるつぼデラックス、なんと半年ぶりに登場いたしました。神戸の皆さん、お久しぶりです。久しぶりに出て非常に嬉しいです。ちょっと僕らも上がってるんでね、一発目からもう飛ばしていきますんで、最後まで、ガンガンついてきてください。お願いします。じゃあじゃあ次の曲聴いてください。バード、
Thank you.
喋ってない。全然喋ってないね。いや、なんかいいんじゃない、たまにはね。そうそう、喋って決めてなかったっていうね。喋って喋って、CD とかね、この辺でね、喋ってるんだね。30分喋れ。あ、ええですか、30分喋って。だいたいね、1500円くらいをね、握りしめてあの辺にとなっていただくとね、なんかそっとそっと物陰から渡しますので、袖の下にね、出ていくんで、ぜひぜひゲットしていただいてね。いや、でも堂々と、あの富士山マウンテンの CD 買いましたよみたいな感じで買ってもらった方が僕らは嬉しいんじゃないですか。あ、そうです。大丈夫、そんなことして。大丈夫ですよ。オッケーオッケー、じゃあそうしてください。僕たちね、普段は京都とか、大阪とか、まあ京都が多いんですけどね、活動しておりまして、こっちでねライブさせてもらう機会はね、まあほぼ、この108さんで、いただいているということでですね、大変感謝しておりまして、もっと出演の機会がいただけたら嬉しいなと思いますので、皆さんのご声援をですね賜りたいなと思います。もっと出してよ、じゃあ満点と。もっとね、言ってもらえたらね、僕らも全然来るのもやばさかではないんでね。さっきからやらしいな。やらしいね、感じでいきたいなと。言うてね、お店のボスそこから見てます。どこで交渉したらいいの。なんかね、皆さんの後押しがあると余計にね、ここにね、初めて出るきっかけになったのもですね、なんとなくこう、ツイッターか何かでですね、108、K のルツボ出たいな、出たいな、プリプリってなんかツイートした時に、じゃあちょっと推薦しときますよって言って、なんかお客さんが言ってくれて、で、初めて出られたのが、どれくらい前、1年半とか2年前ぐらい。結構前ですね。結構前だね。で、なんかあれよあれよ、なんか出させてもらって、今回はちょっと半年ぶりになってるんですけどね、もっともっと、出れるようにですね、僕たちも頑張りたいと思いますんで、どうぞ応援よろしくお願いします。応援をしてくれるという方はですね、Twitter、Facebook アカウントありますので、ぜひフォローしてください。そしていいね押してください。ぜひよろしくお願いします。せっかくならね、次の曲で僕ら最後になってしまうんですけれども、ここのね、お客センターね、大丈夫だと思うんですけれどもね、僕ら写真撮ってもらって全然構わないんですよ。写真撮っていただいて構わないんですよ。もうすでに撮ってある人いるから、もう遅いんじゃね。でも後ろの方もね、OK なんですよ。一つだけ約束してください。今更から半端ないで、撮った写真はですね、絶対 Twitter とか Facebook にね、上げてください。前のお客さんはもう撮ってますね。撮ってくださいね。撮ってください。躍動感のある写真が撮れる。後ろのお客さんはですね、やっぱり写真撮ってください。お客さん盛り上がってる様子がね、わかるんでね、ぜひぜひそれで。豊かでね、前の方に出にくいシャイな人もいると思うので、こっちから行きますんで、次の曲で。でもまあ何だ、おざなりなくリアクションやな、それ。どないやねん。初めから言っとけも、OK、真ん中辺で始めよう、真ん中辺で。皆さん、注意なんですけど、フルートの彼ね、撮るの非常に難しいです。動きに合わせてカメラ動かした方がいいと思います。いつもね、すごい感じになるんでね。こうやって、撮るときみんなこうやって撮るんです。そう、難しいんでね、何回もね、電車で、チャレンジしてみてください。ということで、次の曲で、最後の曲です。ありがとうございました。藤山でした。春蘭。
Yeah.